白鳥の王子。昔々、11人の王子と一人のお姫様を残して、優しいお妃が亡くなりました。王様はすぐ新しいお妃を迎えましたが、そのお妃は意地悪な恐ろしい魔女だったのです。魔女は1年の約束で、邪魔なお姫様を遠い田舎へ預けてしまうと、ある晩、呪いをかけて王子たちを白鳥に変え、お城の窓から追い出してしまいました。1年経ってお城へ帰ってきたお姫様は、兄さんたちがいないので周りの人に聞いてみましたが、誰も教えてくれません。お姫様は兄さんたちの銀の靴を持って、兄さんたちを探しに、広い世界へ出て行きました。お姫様は何日も何日も歩いて、森の中で糸を紡いでいるおばあさんに会いました。11人の若者がここを通りませんでしたか？と聞くと、おばあさんは言いました。いいや、でも11羽の白鳥ならそこの川を下っていったがね。兄さんたちかもしれないわ。お姫様は川へ出て、川下へ歩いて行きました。すると粗末な小屋があり、中を覗いてみると、ベッドが11台、着靴が11足並んでいました。お姫様は持ってきた兄さんたちの銀の靴をそこに置いて、小屋の陰に隠れていました。夕方になって、11羽の白鳥が帰ってきました。白鳥は小屋へ入ると次々と王子になって、あ、僕たちの靴がある。妹が訪ねてきたんだ。と大騒ぎで辺りを探し回りました。そしてお姫様を見つけると泣きながら皆で抱き合いました。でも夜が明けると王子たちはまた白鳥になって飛んでいかねばなりません。どうしたら魔法が解けるの？すると、兄さんの一人が言いました。不思議な夢を見たよ。お前がイラクサを積み、足で踏んで糸を取り、布に織り上げて11枚のシャツを縫うんだ。その時魔法が解けるんだが、でもその間は、一言も口を聞いてはいけないんだよ。わかったわ。きっと兄さんたちの魔法を解くわ。それからお姫様は毎日毎日野へ出てイラクサを摘みました。イラクサのトゲで白い指から血が流れ、足は傷ついてヒリヒリと痛みましたが、言われた通り泣き声も立てませんでした。ある日、若い王様がその傷だらけのお姫様を見て、自分の馬に乗せてお城へ連れて行きました。どうか私の妃になってください。王様はお姫様と立派な結婚式を挙げました。ところが戦争が起こって王様は戦場へ出かけてしまい、その留守にお姫様は双子の王子を産みました。さあ、そのことを知った魔女のお妃は、はるばるやってきて、お城の家来を捕まえると、いいかい？双子の王子を連れ出して殺してしまえ、と言いつけました。そして、空になったゆりかごに子犬を2匹入れておき、お妃が犬の子を産んだと、国中に言いふらしました。悲しみをこらえて、お姫様は兄さんたちを助けるために、せっせとイラクサの糸で布を織りました。やがて戦争が終わって、王様がお城へ帰ってきました。王様は、ゆりかごにいる子犬を見ると、口も聞かず妙だと思っていたが、これでわかった。お前は魔女であろう。と、お姫様に死刑を言い渡しました。私は魔女ではありません。この11枚目のシャツに袖をつけてしまえばお話できるのです。お姫様は心の中で叫びながら、
牢屋の中でもせっせとシャツを作り続けました。そうしていよいよ処刑場へ連れて行かれることになりましたが、お姫様は連れて行かれる馬車の上でもシャツを作り続けました。馬車が処刑場へ差し掛かった時、突然空からバタバタと羽音がして、11羽の白鳥が追いついてきました。お姫様は抱えていたシャツを白鳥に投げかけました。すると白鳥はみるみるうちに11人の王子になったのです。王様、今こそすべてお話しいたします。私のお兄さんに魔法をかけたのも、私たちの赤ちゃんを犬と取り替えたのも魔女の仕業です。お姫様は今までのことを残らず王様にお話ししました。そしてそこへ、ご安心ください。王子様はご無事です。と言って、家来が双子の王子を連れてきました。すっかり準備のできた処刑場で死刑にされたのは、あの悪者の魔女でした。